ナンバープレート日本のナンバープレート、デザインナンバープレート、愛媛県松山市で採用された運慶プレート、大阪府堺市の前方公園墳型ナンバープレート現存する木造様式灯台として最も古い旧、堺灯台のイラストが右側にデザインされている。デザインナンバープレートとは、交付者が形状をデザインしたり、イラストなどの図案を描いて装飾を施したナンバープレートである。 本校では日本のナンバープレートにおけるデザインナンバープレートについて述べる。日本においては一部の市区町村が原動機付き自転車及び小型特殊自動車向けのデザインナンバープレートを交付している。オリジナルナンバープレート、図柄入りナンバープレートなどと呼ばれる。また各地で異なるデザインであることからご当地ナンバープレートと呼ばれることもあるがご当地ナンバーとは意味が異なる。 多くの市区町村が交付するナンバープレートの標準的なデザインは総務省通達に基づいている。しかし通達に法的拘束力はなく、実際は各市区町村が条例を制定してデザインを決定することになっているため、市区町村によっては安全性や色を標準的なデザインと同等とした独自デザインを導入している自治体もあり、デザインを工夫することで観光振興や 名物の知名度向上を図っている。形状を工夫するものと、形状は標準的な長方形、または長方形の上辺の角が欠けた六角形で、地域独自のデザインをあしらったものがある。また、千葉県船橋市のように複数のデザインを払い出している自治体もある。2007年に愛媛県松山市が雲型のナンバープレートを導入したのに続いて、 他の市区町村にも広がっている。静岡県と山梨県の富士山周辺の市町村では、古市県ご当地ナンバーである、富士山ナンバー導入と同時に、富士山型のデザインナンバープレートを導入した。財団法人日本経済研究所では、日本全国のすべての市区町村にご当地プレートが広がることを目的としたウェブサイトを開設し、普及状況の調査を行っている。 国が自動車、オートバイに交付するナンバープレートでも図柄入りのデザインナンバープレートを希望者に交付している。国土交通省の運輸支局が交付するデザインナンバープレートにはラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピックパラリンピックなど日本が会場となる国際的なスポーツ大会を記念するものがある。これらの記念デザインナンバープレートにはエンブレムのみ、 入ったものと図柄入りのものがあり、図柄入りナンバープレートの交付を受けるには1000円以上の寄付金が必要となり、寄付金は大会での輸送サービスや交通バリアフリーなどの支援に充てられる。2018年10月1日からは各地の運輸支局でも地方半戸柄入りナンバープレートの交付を開始した。図柄のデザインには地域の風景や観光資源などを用いて、 地域の魅力を全国に発信することを目的としている。図柄入りナンバープレートの交付を受ける際に必要な寄付金は導入地域の交通改善や観光振興などに充てられる。同日から第一弾として全国41地域で交付を開始。2020年5月11日からは第2弾として17地域で交付を開始した。 原動機付き自転車などが取り付ける標識には以下の5種がある。突起ない場合、5種全てがご当地ナンバーの対象となる。ありがとうございます。